はい、皆さんこんにちは。6月の22日月曜日、中学3年生の社会ですね。はい、今回ですね、マイクリアね、テキストの方になります。93ページですね。まあ一番最後の問題になるんですけれどもね、近代日本の出発ってことで、江戸の終わりから明治の初めにかけての内容をやってきましたが、そちらのですね、一番最後の93ページの台本3番ちょっと確認していきたいと思います。こんな感じでね、4人のですね、おじさまたちがですね、こうね、絵がバーンって出てるんですけれども、まあこちらの方ちょっと今からね、拡大してもう少し見やすくしてですね、解説していきたいと思います。おーい、じゃあ4人のね、おじさまのですね、顔がよーく見えるより、って逆だ。はい、すいませんね。よいしょ。こんなもんですかね。はい。はーい、じゃあちょっと確認していきたいと思いますね。こちらの方なんですけれども、まず A の人物ですね。もう髭がすごいですね。これもうすごい覚えやすいと思うんですけど、こちらの人物がですね、1874年に提出しました民選議員設立の憲白書、何を求めたものですかということですね。こちらの4人に関してなんですけれども、まあ、江戸幕府を倒しまして、明治を開いた人たちですね。で、明治時代に入りますと、まあ、政治がですね、幕府から朝廷に返されるわけですよね。天皇中心の政治になります。そして、この方はですね、民生議員設立の憲白書というのを、まあ、政府に出すわけなんですが、何を求めたのかっていうと、これはですね、絵が入りますね。国民が政治に参加する道を開くことってことですね。江戸時代を終わらせましてですね、明治に入ったはいいんですけれども、まあ、江戸幕府を終わらせるきっかけとなった、薩長同盟ってありましたよね。薩摩藩と長州藩が同盟結んで幕府を倒幕でね、倒しました。で、その後なんですけど、やっぱりですね、その倒して活躍した薩摩藩や長州藩の人たちの出身のね、人たちがやっぱり政治をちょっと独占しちゃう、専制政治って言うんですけど、まあそういった形になっちゃったので、国民にも政治に参加させなさいっていうふうにして出したのが、この民選議員設立の憲白書ですね。そして、自由民権運動というのがこの後起こります。これがきっかけでね、国民にも政治に参加させろっていうことで、自由民権運動が起こるんですけれども、まあそれがですね、広まる中で起こった出来事をですね、3つありまして、それをね、記号なんですけど、年代順に並べてくださいという形になります。はい、そうしますと、まず最初なんですけれどもね、あ、い、うって3つあって、あが自由党が結成された、いが国会開設の勅諭が出された、そして、うが国会規制同盟が結成されたとあるんですが、最初に国会規制同盟の結成になります。これが1880年なんですけれども、はい、この A の人物、そもそも誰だったっけっていうと、板垣退助ですね。板垣退助。この方が中心となって国会開きましょうということで国会規制同盟をですね、結成します。はい、そして、その次がですね、国会開設の勅諭というのが1881年に出されますね。板垣退助が中心になって国会開け、国会開けってね、働きかけるわけですよ。で、専制政治、先ほど言いましたね、独占しちゃった専制政治ですね。それの批判が高まっていくんですよ、どんどんね。それなんで、政府はですね、朝廷の名のもとにですね、まあ、1890年に国会開きますよという約束をします。それが国会開設の勅諭というやつですね。そして、それを受けて、最後の、あ、自由党、板垣退助が中心となって立てるやつですね。自由党を結成していきます。こんな感じで政党ができていくわけですね。はい、そして、過去3番の方なんですけれども、専制的な政治への不満から、1877年に起こった西南戦争で、士族たちの中心となった B の人物。はい、この方ですね。はい、この方誰ですかと言いますと、西郷隆盛ですね。薩長同盟の薩摩藩の中心人物でありました西郷隆盛ですね。まあ当然ですね、倒幕の中心人物の一人でありますから、まあ政治の実権をね、まあ握ってはいたんですけれども、まあちょっと内輪もめていったらあれなんですけど、意見の食い違いで出てっちゃうわけです、この西郷隆盛ですね。で、その後はですね、鹿児島でですね、ちょっと士族っていうのは元武士のや、人たちなんですけれども、まあその人たちがですね、反発しまして、その旗頭としてですね、まあこの西郷隆盛が率いて西南戦争っていうのを起こします。
まあこれが明治のですね、まあなんて言ったでしょう、反乱の中で一番最後の反乱で一番最大の反乱と言われてたのがこの西南戦争ですね。はい、そして真の人物に移りたいと思いますが、この人物は、政府から追い出された後に1882年に政党を作りました。この政党なんと言いますかっていうことですが、真の人物、はい、この方ですね。はい、この方も板垣退助と同じく政党を作る方なんですが、大隈重信になります。この方、大隈重信が作った政党は立憲改新党っていうやつですね。立憲改新党ですね。はい、そして括弧5番ですが、 D の人物は大日本帝国憲法の草案を作成するにあたり、ドイツプロイセンの憲法を学び、何という点を参考にしたとあるんですが、空欄に当てはまります、内容ですね、文章を書いてもらいたいんですけれども、はい、D の人物、この人、伊藤博文ですね。はい、伊藤博文が憲法、大日本帝国憲法っていうアジアで初めての憲法の草案を作ったんですけど、はい、こちらの方は何が、ドイツにの憲法のね、まあ、参考にしたのか、何がって言ったらおかしいな。ドイツの憲法の何を参考にしたのかっていうと、君主権が強いことですね。ここがポイントだったんですね。大日本帝国憲法、アジアで初めての憲法なんですけれども、こちらの方の憲法はですね、1889年に発布されましたが、誰に対しての憲法、誰が主権を持っていたのかというと、こちら6番の内容なんですけど、天皇なんですね。なので天皇中心の、政治を行いたかったわけなんで、天皇に、まあ、権力が寄ったような形ですね。そんな憲法を作りたかった。それなんで天皇が主権なんだよ、主権を持ってるのは天皇なんだっていう形でですね、そういった憲法を作るために、ちょうどドイツがまさにそれに理想に合ってたわけですね。それなんでドイツの憲法を参考にして大日本憲法の、大日本帝国憲法の草案を作りましたっていうね、そういった内容を押さえておいてもらうといいでしょう。はーい、というわけで今回こちらの方ですね、ちょっと確認させてもらいました明治の初めの内容ですね、それぞれの出来事の起こり、それから人物ですね、ぜひともしっかり押さえておいてもらいたいと思います。ではですが、また、次回ですね、今度まとめのテストになります。皆さんでまとめのテストしっかりね、対策取ってきてください。ではね、一旦失礼します。はーい、じゃあまた次回です。